正直将棋。それは互いに際どい質問を打ち込み、高性能の嘘発見器によって相手の嘘を暴くという恐怖の心理ゲームである。正直将棋ファンの皆さん、こんばんは。司会のさだまさきでございます。アイドルは普段ですね、こうテレビの前でこう可愛くぶったりね、いい部分しか見せないんですけども、腹の底では何を考えてるか分かりません。そこで今日はですね、その腹の真っ黒な部分を全部出してもらおうかなと。先生よろしくお願いします。よろしくどうぞ。よろしくどうぞ。先生、ちなみにこの嘘発見器というのは、この嘘を見抜く確率っていうのはこれどれほどあるんですかね。正常な方でしたら 99%、はい、99%、 ほぼ 100% ですね。メイさんどうですか、このメンバーとこう楽屋でこうやって話してると。楽屋で接してる分、テレビを見てると、お前って思うところ、ね、視聴者の皆さんにも、ぜひアイドルの裏を知っていただきたいと思います、なるほど、よろしくお願いします。そして、サンドの飯より、嘘が、大好き大嘘清人さんです。私、篠田麻里子とできてます。大嘘さん、いきなり嘘が来ましたね。1回戦の対局者をご紹介いたしましょう。先手、何事にも動じない魅惑のポーカーフェイス、篠田麻里子。後手、年上メンバーにも突っかかる反抗期娘、宮崎美穂。指に嘘発見器を装着したところで、まずは両者が考えてきた質問をご覧いただこう。篠田さんはですね、何番ぐらいが1は、結構思ってると思いますね。あ、なるほど、はい、他は宮崎なんか自信過剰の宮崎さんですから、4ぐあたりが結構思ってるんではないかと。マジですか、はい、あ、まずは先手篠田さんから参りましょう。さあ、何番のメニューからね。この10個の質問の中から選ぶ篠田の第一手は何番ですかね。おっと、7番から行く。7番ですか。それではお願いします。 AKB でそろそろセンターで歌ってみたい。いいえ。いきなり超えた、いきなり超えましたね。やっぱりね、はい、そろそろね、はい、センターで歌ってみたいっていう願望が全面出てますからね。はぁ、と言われてますけど、宮崎センターで歌ってみたいです。そこ認めちゃうんですね。歌ってますね。正直者ですね。さあ、続いては後手、宮崎ですね、はい、まずここで1本取っていかないと。続いて宮崎の第一手は決めました。4枚いきますか。まあ思ってると思いますよ。あ、そうですか、はい、あ、じゃあ1本取れると。正直自分は AKB1 スタイルがいいと思っている。いいえ。1本超えましたね。早かった。いいと言った瞬間に超えました。思ってるってことなんですね。ここは一本取っておかないとっていう。確実に、これはもう確実にと思っていました、はい、ね、自分でも。はい、篠田さん、これ思ってるんですか。ぶっちゃけ思ってますね。うわぁ、そうでしょう。マジっすか。さあ、続いて先手篠田さんからいきましょう。続いて篠田、同じチームのメンバーに関するこの一手。来たね。さあ、6番。おー、あー、切れないと思います、この思いは。あ、マジですか。正直高橋みなみは絡みづらい。いいえ。お、おー、おーっと、おー、かない、耐えましたね。セーフですね。篠田さん、なぜこの質問を。いや、なんか結構、はい、劇場の MC とかで、みなみが絡むんですけど、嫌そうな顔をしないんだけど、はいはいはい、結構内心嫌だなっていう。最近大丈夫かなってちょっと心配したんで、滑りそうな時に妙に絡むみたいな、うわー、最悪じゃないですか。そうなんですけど、はい、でも楽しいですよね。いいやつだな。すごい楽しいです。じゃあ続いて、後手宮崎。続いて宮崎、23歳の篠田にこの一手。7番。スタイルが一番いいで反応したわけですから、自分に自信があるということで、結構セーフなんじゃないかな。最近制服を着るのが
しんどい。いいえ。耐えました。セーフですね。ギリギリ耐えました。際どいですよね、この質問は。すごい際どいですね。皆さん、この質問は、もし篠田さんが、うん、こう自分の年齢を気にしてるんだったら、うん、最近しんどいんやみたいな。宮崎は全然そんなことないでしょ。制服、あ、制服、はい、全然ね、はい、うん、その年になった私だったら着ないなと。まあ簡単に言うとそう。先手篠田さん、いきましょう。耐えましたからね、ギリギリ。続いて宮崎がいつも一緒にいる仲良しメンバーに関するこの一手。お、何番ですか、これは。10番。普段は仲がいいので、あ、この人たちとこれで反応してしまうと怖い部分があるので、うん、あー、前ですか。そうです。自分と同い年である渡辺と小野はぶっちゃけ子供だ。いいえ。どうなりましたのか。宮崎さん一歩超えました。超えました。ワイルドット、ワイルド、ワイルド。違う、思ってないですよ。あの、言いたいことは弁解しよう、はい、弁解しましょう。いいですか。実際、子供なんですよ、私たちは。大人じゃないんですよ、うん、2人を子供だと思ってあげてなくて、はい、私含め、みんなで子供だよっていう。なるほど、アウト。出ました、大人さんの。なるほど、アウト。ダメでございます。さあ、はい、大手かかりましたね。お、さあ、続いて後手、宮崎、はい、巻き返してるでしょうか。これ峰岸さんだとこれ何番ぐらいがいいかと思います。まあ、ここら辺でちょっとリアルに6を、うん、リアル。あ、これちょっと僕も聞いてみたい部分ありますね。わ、かりました。来ました、6番。ここだけの話、実は共演者に口説かれたことがある。いいえ。おっと、1本超えましたね。1本。ちょっと篠田さん、篠田さん、ないないですよ。マジっすか。これ壊れちゃいましたね。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと。何すか、何その目。反応しましたよ。先生、これ絶対ありますよね、これね。まあ、気になってることではありますね。どういうことですか。口説かれたいと、口説かれたいと思ってたりしても反応するってことですか。です、ね、はい、なるほど、スタイルがいいパターンか。スタイルパターン ね、じゃあこれで宮崎にも大手がかかりました、はい、おー、やばい。これで決めてやる。大事ですね。やっぱ最後はこれしかないかなと。おー、あ、決めてました。さあ、何番だ。8番。これどうですか、峯岸さん。嫌ですか。嫌ですね。ああ、そうですか。正直ソロデビューはしたいが、大堀めしべのような色物は嫌だ。いいえ。おー、いいんだ。セーフです。歌えました。全然水着とかなって歌えます。水着ですか。はい、股関節脱臼できます。いや、根性あるもんね、ミオね。うんって言っときます。はい、うん。もう言わせてるじゃないですか、あなた。続いて後手、はい、宮崎、もうここで決めとかんと、はい、さあ、2番。これで揺れたらいいかな、はい、なるほどね。なるほど。自分が出演してる CM を録画して家で何度も見ている。いいえ。超えました。宮崎の勝ち。勝者宮崎美穂。いや、見てるんですか、篠田さん。いや、録画しては見ないですけど、ええ、なんか流れると見ちゃいます。かわいい。